れ2周年おめでとう、まだ続いてる。誕生日みたいなの入ってて長いのかな。ね、こちらこそ大変ありがとう。今日はね、朝からねにできる日だったので、しんどいです。眠い、寝たいです。ぶっちゃけでも皆さんも頑張ってくれてるから、平日は日中できないので、その分朝と夜限り頑張ってます。もちろんね、できない日もあると思うんですけど、見逃してください。寝てる時もあると思います途中で寝落ちして出してない時もあるかもしれません。バーストするかもしれません。そもそも対戦をしようとしてない時もあるかもしれません、ですが25億を達成するためちょっと、そんな感じなんですけど、頑張ってますのでぜひ応援お願いします。見に来れない時もあるので、お互い様、そうですね、お互い様ですね。なんかそれでも頑張ってくださいって思う方もいらっしゃると思いますが、これでも頑張ってるのでちょっとしんどいです。お願いしましょう。セイラマキラさん、ありがとうございます。みんなもね、朝早くから本当にありがとうございます。ナピとこの時間に対戦しているということは、皆さんもそのぐらいの時間に起きているということなので、はぁ、すごいです。頭っかいちゃいます。寝てません。うわぁ、寝てください、もう寝てください。そういう計算、なるほど。あ、そうだね、2月1日ね、多いもんね。なるほどねだから仮の2周年ってことだね。あ、なるほど。ん？合ってるのかい、それは。なるほど。うん。そうか。うん。5時前に起きる習慣になった。そんな長寿年の時からすごいわね、続いてるの。あら、まあ、なんということでしょう。来月からさらピッ、ない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 なんてね。いや、ちょっとねサボる、まあ
レベルが違うから、今月そのレベルを下げてもいいけど続けてはほしいし、サボらないでほしいけど、朝から何7時前からその5時とかからじゃなくて全然大丈夫だよ。そこら辺は全然大丈夫、でもある程度頑張っていただきたいです。頑張る。その大体いつもの順位は、毎月の順位の目標は三期生さんとかもう後輩に本当に一人にももう一人も負けたくない、負けないようにが、マーピの目標です。一緒に頑張ってほしいです。お願いします。ピコリーノ。強い意志を感じた？でも伝わらなかったらどうしようね、本当に。あなたの胸に響きましたか？届いてなかったらあなたの耳は壊れてます。届いてください。ジャケティフジどうしてますか？ Yes, I know.ファーストならいいですけど、なんかノアピちゃんが悲しむようなことは絶対にやめてください。今の状態が一番です。ノアピファーストじゃなくなった途端にブローケンねえ、私の心は壊れます。圧を感じてしまったからごめんなさい。ごめんね、よしよしよし。そんなこの締め付けなくなったことはしないから。首なんて一言も言ってないわよ。キューってするのは首だけじゃないからね。デイビロ？そうです、一度壊れた心のガラスはもう元にね戻らないんですよ。二度と修復されないので気をつけてください。私は何か悲しいことがあると
この心は。少しずつ壊れかけていますので、お気をつけください。何かあったの？毎日何かがあります。毎日何かがあります。楽しそうに見えますか？本当ですか？水木さん、ソフトクリームありがとう。ソフトエンクリーミーなラララ。あなたみたいなファンも悪いんです。よしよしよし、いいファンももちろんいますが、なんかキュクンウンシュンってなるようなことねするようなファンの方たくさんいるのでね、本当にみんなありがとう。その中でもね、ナピのことを応援してくださってね。あ、ありがとう、写真本当に嬉しい。やった、ちょっとね、圧をねかけてしまいましたね。見に来るだけで満足してきます。あらま、お話し会にも来てください。お話し会お待ちしております。第2再販始まっております。6月22日の3時間目が一番おすすめです。幕張メッセです。これの方はリアルお話し会のどこかで来ていただけたら嬉しいです。よろしくです。なんかひき肉ですみたいな。ちょっとよろしくです。なんでテロップ切る、あ、これね、今日目がねちょっとキュルキュルしてたから、始まるときになんか顔がね、こんな感じ、なんか目がねちょっとでかかったからキルキルしました。まあね、お話し会に来てくださらないと、見るだけこの配信ができない日がね来るかもしれない。近づいてくるかもしれませんので、ぜひ来てね。あなたの顔も見たいねえ。脅迫やで。いじられてるということはのぴ愛されてるということなので、嬉しいです。そんな日ですが、今日も一日頑張っていきましょうね皆さん。シャキーン。まあ、いろいろと思うことは最年少でもたくさんありますよ。あはははは、は最年少だからこそ思うこともたくさんありますよ。ほう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 。まったく困ったもんだ。困
待ってちゃんだぜみんな。デヘビロ。おはよう。最近ね、あの外カメで撮られるのにね、あのハマってるんですよ。そう、なんか内カメの自撮りだと誰かが切られた、切ったかもしれません、知らぬ間に。オーマイゴー。だからツアーのさあるじゃない、時間が、あの途中の合間のね少しの時間だけでもお願いしてたりするんですよ。で、とか言いながら、いいよってね、優しいんですよ。基本的にはものすごく優しい方なんですけど、で写真撮ってくださいって言うと、いいよって、あのOK みたいな、任せろみたいな感じでね、あの言ってくれるので、本当に心強いですね。何言ってんだか。でだからなんか皆さんがそのあの最後のお見送られの時に動画撮ってくれてる時に、ナピちゃんはいつでも可愛く言えるように、あの意識してお見送られされてます。んお見送り、お見送られです。あ、うん、ろれつがうまく回らなくてすいません。あゆそうだね、お見送られされてるのは、そうですね、皆さんですね。みんないつもお見送りはしてるけど、逆だから見送られてるの私たちだ。そうよ、うん、そう、わりましです。動画載せてくれてる方がね、そうなんだよね、悲しいよね。みんなたくさん載せて大丈夫だよ、素材フリーなんで。著作権とかはないよ、大丈夫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 。では終わりたいと思います。ラジオ慣れさせていただきます。大丈夫大丈夫って結構古いネタだ気がするんだけど、気のせい。大丈夫だよ。そうだったか。では行きます。セティンイズサユチさん、ありがとうございます。ティプイズトキバカさん、ありがとうございます。リフネトシ君さん、ありがとう。テンテッチミキャさん、ありがとうございます。ナインイズデビットさん、ありがとうございます。NAEC さん、ありがとう。セブンエイズメルタイさん、ありがとうございます。シックエイズウルピさん、テキフリマチ、ありがとう。エイズタイファイヤーさん、ありがとうございます。フォーエイズユズキチさん、ありがとう。
セデン中ちゃんさんありがとうございます。セガネズマイキさん敵ありがとうございます。エンドフルエンズクイトさんおめでとうございます。そしてありがとうございます。 Thank you。 皆さん本日もありがとうございました。 Thank you。 また明日もよろしくお願いします。たくさん使ってください。ありがとうございます。行ってきます。皆さんも行ってらっしゃいませ。これからお仕事の方がこの方頑張ってください。夜勤明けの方はゆっくり休んでください。それではナビちゃんも行ってきます。またね。ありがとう。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。ごきげんよう。